A メディアは2月12日、クリスタルパレスがセルティックのスター、古橋亨梧に照準を合わせている、と報じた。クリスタルパレスはチームのスターであるウィルフリード、ザハの対談に備え、今夏に向けて複数のフォワードの補強を準備。ターゲットの一人として、グラスゴーで大きな影響を与えている、28歳が上がっている。ついに来たか。うおー、スコットは意味ないとか言ってたやつ。すげえ。古橋はステップアップできないとは何だったのか。古橋の前にいたストライカーもクリパレじゃなかったか。クリスタルパレスって強いん。格で言えばブライトンくらいのイメージ。クリスタルパレス、古橋ってやつ移籍金どのくらい、セルティック、30億、くらいかな。クリスタルパレス、だったらいらない、こんな感じになるだけだろ。裏抜け戦のワンタッチ号があって、有能パサーがおるチームやないと死ぬやろ。ソースは日本代表やな。ようやくプレミア行くんか。ええやん、日本人もっとプレミア行ってくれ。